しおです。これ去年、今年の3月とかにガーデンのお店でね、ちょっとセールになっていて買ったんですけど、これとっても私気に入っていて、この中にはね、何か、妖精さんが住んでると勝手に思っていますね。なんか庭の雑貨っていうのはちょっとそういう夢というかファンタジーをね、こう沸かせてくれるものが多くて、ちょっとでもねこういうのがあると幸せな気持ちになります。で、昨日の夜ね、ハロウィンの練習でろうそくとかを灯したこの楽しい留守番通り、10月に向かう楽しい留守番通りも、こんなね、かぼちゃ中にろうそくが入れられる、かぼちゃの陶器の、はい、小物、これはね父の病院に定期的に付き添ってるんですが、病院の中に花屋さんが入ってるんですね。そこで見つけました。すごいね、1200円ぐらいでお得でした。で、かぼちゃさんの木のプレートもその花屋さんで見つけました。これもね1050円ぐらいで、1000円ぐらいで、買いました。私は高いねガーデン雑貨というかガーデンのものはちょっとなかなか買えないんですけれども、少しずつ集めて、そのさっき言ったみたいに、夢がこう空想が湧いてくるのを楽しんでいます。ここもね、この小鳥さんもガーデンの花屋さんで530円ぐらいで見つけて、このなんかこう小鳥さんの水入れと小鳥さんのこのなんかこのガーデンピック、これもねそういったところで割とお安くね1000円しなかったと思います。はい。で、このちっちゃな車輪も、ガーデンのお店でセールで、1000円になっていたので買いました。無理なくでも楽しい気持ちになれるようなガーデン雑貨をですね、これからも探していこうと思います。あ、そうだ、これはよく他の YouTube とかのガーデンの方でも 見ますけれども、セリアさんのねちっちゃなプレートです。で、このちっちゃいミルク壺はもうね7年ぐらい前にやっぱり花屋さんで見かけて、なんとなく欲しくなって2000円ぐらいになってたので、買ったものです。少しずつねこういったものをさっきも言いましたけど増やしていけたらな、楽しいなと思っています。今日は私も、ハーブを摘んで、ハーブティーを、薬草茶を入れてみようと思っています。まずは、日本ハッカミントですね、これを摘んでいこうと思います。よいしょ。はい、なんかお友達のユミさんに聞いたら、お花がね咲いてるのは甘くていいんですよって教えてくれました。なのでどれぐらい入れるもんなんでしょうかね。3つぐらい摘んでみますね。映ってんのかな、大丈夫かな。あ、映ってた。はい、まずミントです。はい、次はレモンバームです。すごい庭のね一番隅の方に植えてしまったんですが、なんとか元気で、はい、いてくれています。じゃあレモンバームさん、よいしょ。はい、摘みました。全然映んない。はい、摘みました。はい、じゃあ次はホーリーバジルさん、どうでしょうか。ちょっとお花が咲いてきてるところを、ホーリーバジルさんです。
Thank you.